当そういう逮捕術の、中に、うん、実際に、相手が凶器を持って向かってきた時の格闘術の練習がありまして、うんはいはい、柴田さんと体験するの朝日さん、うん、朝日さんぜひあのうちの学生と戦って学生とね絶対そうですいただきたいんですけども、まあ、彼らは部活でやっておりますので、うん、そのまま、同じ用具で戦うとさすがに学生の方が強いかなと思いますので、皆さんにはこちらを使っていただいて、学生は今持っているこの棒を持って戦いますので、では開始します。よし、ちょっと柴田さんお願いね。逆にお前が悪いやつだと俺は思う。お井上君が悪いやつだと思う。井上学生捕まえて。いけ。よし、はい、どう構えて。よし、よし、いけ。よし、勝てる。いけ。勝てる。大人の経験。経験、経験。いいよ。近寄らせんな。待て待て待てちょっと何カタ入れ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 何してる入れなかったカタ今掴まれちゃうのよ。もう一本。いや、柴田さん本当に悪いことやらない。短い方がいいと思う。いや、確かに。なんか掴まれて結局不利なのよ。そう。わかる。まあそうね。そういう感じしない？そういう感じします。うん、絶対もう。絶対ない。逆に長いのにしてもらえない。逆にね、俺が言っちゃえばいいんだもん。これだよ、これは海保はこう本当は知ってたんだよ、これが。そうそうそう、実はこっちのがこっちのが有利だってことね。負けるわけにはいかないからこうしたんだよ、はいはいはい、それはずるいよね。いけるいける、絶対いける。あー、いいよ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 。掴んでね、じゃあ掴んで、あの武器を掴んで、こうね。はい、では再開します。よし、行こう。構えて。こっちよ、本当いいよ、本気でいけるよ。よし、シェイ。よし、ズバッ。ちょっと待って、これどう、今のどうやって使うんですか。どうやって使うんですか。あんな掴めるの。いや、あんな掴めるの。もうなんか構えた瞬間に負けたと思います。海上保安大学校に潜入。あ、痛い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 、やばい。命を守ってるんだ、それは。火曜夜9時。朝日。